こんばんは、みどりんこと白木みどりです。今日はですね、新札幌にあるカラオケ屋さんピロスさんに来ています。はい、私一人で来てるんじゃなくてですね、今日はこの方と来ています。じゃん。はい、こんにちはかな、こんばんはかなリサです。はい、リサさんと一緒に今回カラオケに来てるんですけど、はい、ちょっと私の斜め向かいに、うん、変な人がいるんですよ。ね、なんかソファーに横になってる人がいるんですよ、うん、で、このカメラはあの私のものではないんですね、実は、うん、で、そのこのカメラの持ち主の人が、うん、どうやらその斜め向かいで寝てるらしいんですよ。ね、で、なんかよくよく話を聞くと、うん、なんかすごい美味しいウイスキーがあるからって飲みすぎたらしいんですよ。ね、ボトルまで持ってきちゃってるよ。そう、ボトルで飲んだらしいんですよ。しかもちょっとボトル移そうかな。これが飲んだ後です。山崎さんのねウイスキーの山崎10年ものを。そう、すごくね、なんかね、美味しいウイスキーだって言って喜んで飲んでるって、ね、最初ロックで飲んでたのにだんだんストレートに変わってね。そう、ね、なんか氷が丸いからなんかいいじゃんみたいな感じで選ん でその後ずっと飲んでて、うん、まあちょっとね、最終的にね、そう、緑どうなったかというと、この緑カメラをね見てる人にねどうなったかをね見せたいと思います、うん、はい、それではいざ行かんタッタラタッタッタン。はい、まず足元、靴ちょっと一言で表すとアホ靴下がね、ネズミ色なのがまた面白いですよね。これをね、俗に言うね、酔いつぶれてるっていう。こちらを飲みました。じゃん。あ、そうか、こっちか、はい、あ、そうじゃあこうね、バックに、ね、バックに、はい、こう寝てる人がいますっていうで、酔いつぶれてるからね、みどりんが近づいてこういうことしてるの気づいてないんすよ面白いなって。あれや、こっちかなそんなわけで、はい、今回のみどりんカメラはカメラマンさんの酔っ払い具合をお伝えしましたね、ありがとう。実際のね、はい、カメラマンさんが撮った放送はね、ひどいことに、また別に終盤がひどいことになるんですよ、ね、これはもう全部終わった後にもう最後撮ってるんですけど、うん、撮影の最初の方は全然ノリノリでよかったんですけど、最後ひどいことになってます、ね、そちらの、ね、動画も皆さん、ね、お楽しみにということで、はい、その動画を見てもう一度これを見ると見たら、ね、すごく流れが続いて分かりやすい、面白いんじゃないかなと思います、うん、はい、それでは、はい、以上みどりんカメラでした。バイバイ、バイバイ。